後部法政王直十八箇条は、玄奈元元年8月に、徳川家康が、御水の天皇の勅命を受けて、御所の死神殿に掲げるために定めたとされている十八箇条。ただし、今日の法政史においては、偽法令であるとされている。徳川金麗公前集一に、諏訪書像として引用されており、武家制度と天下太平について定めたものとされる。 ところが、その内容は、当時の幕府の法令に形式に即しておらず、特に第十八条に至っては当時存在する、はずのない、東映山という言葉が登場するなど矛盾が多く、今日の法制史の研究者の間では、その存在を否定されており、区下政権に対する江戸幕府の優越的地位を示す、ために創作された偽文書であると考えられている。また、岡野智彦は、 源氏長者の地位を本来持っていた区下の役職としての、純な小学領院別当としての意味から、武家の当領としての意味に、観骨脱退していることに注目し、この文書を寄贈した人物が、徳川将軍家が源氏長者の地位を根拠として、区下政権の支配を行おうとした方針を文書に反映させているとしている。岡野智彦、中世古賀の家と、 小賀の家両小園族群書類従官正会2002年10月 ISBN 978から4から 797107388P112.119 ありがとうございます